本当に KO が多いですね。多いですよね。青コーナーより桃本選手の入場です。はい、次期王座挑戦者 T キックスジム桃本選手、獲得タイトルは2014年ですね、ライジングルーキーズカップ優勝でございます。はい、今回ですね、初めてのクロスオーバー参戦ということで、ぜひ注目してくださいということですね。皆様ぜひ注目してくださいね。はい、セコンドにはやはり先ほどと同じですね、前田健作会長、はい、いらっしゃっております。これより本日のセミファイナル、事業団挑戦者サフェマチプロディックアンダー60キロ3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー 59.5 キロ T キックスジム所属、アバタワー。アゲコーナー 59.45 キロチームドラゴン所属、セミチー。はい、桃本選手 VS 千一選手の試合でございます。セミファイナルとなりますね。はい、挑戦者査定マッチということになります。画面右側が千一選手、画面左側が桃本選手ですね。桃本選手は、初めてのクロスオーバー参戦でございます。千一選手がこの、はい、インローで先手をちょっと取ってきたかなっていう感じですね。このインロー、はい、左の蹴りですね。見えるだろ、見えるだろ。おー、ナイス。あ、いいですね。これはまだどっちの距離感とかそういうことではないっていう、今測ってるというようなこと。僕的にはなんか千一選手がちょっと掴んでるとか、はい、あの相手のミドルもかわせてるんで、はい、いい距離にいるんじゃないかなとは思います、ね。千一選手の狙ってる距離、はい、いい距離ね。千一選手は赤コーナー、赤いグローブ、グローブ親指のところはグロ、あの赤いのが、赤コーナーですね。千一選手でございます。選手、選手赤コーナーだけど、はい、あのコスチュームとサポーターの青っていう、そうなんですね、一瞬あのちょっと分かんないで、今度じゃあ桃本選手が黄色っていう、はい、こういったところもあのパンツで皆さん判断しないでくださいっていうところもありますね。はい、はい、残り時間がですね1分30秒1ラウンド1分30秒となります。選手、選手の方が若干いいペースで、自分のペースでちょっと試合できてるかなとは思いますね。はい、高木選手いかがですか、こちらは。でもそうですね、選手、選手が前足効かせてるのかなって感じしますね。さっきの足が流れる場面もあるので。おっと、はい、これやっぱり千一選手の距離感、やっぱ査定マッチですからね、ここ、うん、勝ち方もインローじゃなくて外の、ローもいいですね。千一選手のカーフ気味に低めのという感じで、はい、このこれですね。そうですよね。だからインローとこのカーフ、はい、選手、選手がうまく試合を作ってるっていう印象を受けますね。
かここでこう桃本選手がこう何かこう狙っているということもありますかね。そうですね、このミドルがあでも今のいいですね、うん、やっぱ蹴り返しが前蹴りで距離取ってやっぱり距離もこうそうですね上手な、うん、そうですね。はい、第1ラウンド終了でございますね。はい、こちらの試合は3ラウンドまであって延長の場合はあの1ラウンドあるっていう形なんですけども、はい、高木選手これ いかがでしょうかね。そうですね、千一選手組み立て方良かったですね、はい、1ラウンド目としてベストなんじゃないですかね。やっぱり椿選手と高木選手からしてもこの試合はこう千一選手が作っていたという、まあ、有利というよりも作っていたような形、ね、そうですね。なんか僕はなんか蹴りから千一選手作って、うん、ではい、桃田選手のパンチもあのバックステップとかで全部かわせてさばけてるんで、結構千一選手の中では掴んできてるんじゃないかなと、はい、逆に桃田選手はそうですね、ちょっと距離を詰めたいのかなっていう感じですかね。やっぱ近い距離の方が、はい、あの好きなタイプなのかなというような印象ですね。いやまだちょっとその桃本選手が少しハマってないように見えるというようなところですよね。でも千一選手が、ペースを掴んでるっていう見方ですね。はい、はい、2ラウンド始まりました。前蹴りをするのは、前蹴りで距離取るのは千一選手でございます。その中に入っていこうとするのは桃本選手ですね。黄色いパンツ青いグローブの桃本選手です。ちょっと危なかったですね今のは、うん、桃本選手外取りたいですね相手の。あ、なるほど。インローということは左側にっていうことですか。そうですね、はい、前足のローをもらわない位置を取っていけるといいかな、はい、すごく受けてますよね。あの距離に入ってくると桃本選手いいですね。いい距離ですよね。いいですね。やっぱりそのインローまたカーフキック受ける受けない距離というか位置、はい、そうですね、はい、千一選手はやめた感じでローを蹴って離れる、ローを蹴って離れる、なるほど、繰り返したい感じですね、はい、これですよね。少し流れてきてるというか、はい、あの近い距離になった時の桃本選手の爆発力すごいですね。そうですね、回転早くて、はい、さあそこをどうかいくぐってお互いがやりたいことをやっていくかということが注目ですよね。効いてるな。はい、残り時間1分30秒、切ってます。1分20秒ですね。千一選手のこの前蹴りもいいですね、はい、これやられるともう選手ちょっと入りづらくなると思いますので、ローと前蹴り、おーおーいい、これはすごいですね、あの距離になると。ナイス、膝ボディ残り時間1分でございます。インローいいですね。あのインローもインローいいですね。やっぱ嫌がってますよね桃本選手も。ちょっとしっかり踏み込めてないですね桃本選手。あーなるほど、これ効いてるということですよね。ですね、前足でしっかり踏ん張れてないかもしれないですね、はい、今もなんかバランス崩すような千一選手いいローですね。残り時間30秒でございます。やっぱどんどんちょっと足が気になってこう、はい、攻撃もディフェンスもちょっと甘くなるのがやっぱこのローの、はい、いいところというか、はい、いいところというか悪いところというか、そうですね、はい、削れてる証拠だと思うんで、はい、千一選手はこのまま続けたいですよね。なるほど、だからつまりそこを気に痛いから気にしちゃうと。そうなんですよね、やっぱこうそこに意識がいって、はい、やっぱりディフェンスもちょっと攻撃も甘くなるというか、はい、ガードが下がったりとか、はい、ボディが開いたりだとか、開いたりとかですね、はい、そこにこう的確に今入れられてくるみたいな、はい、はい、2ラウンドが終了いたしました。やはりあの印象的にはですね、千一選手のこ、インローとカーフキック、そうです、ね、前足のですね、前足を狙ってその攻撃で少し効いてきているかのような。そうですね、はい、まあ、2ラウンド目はちょっと若干ドローなのかなと思いつつ、そうかもしれませんね、1ラウンド目千一選手、2ラウンド目ドローで、はい、まあ、3つ目で
どうするか、ね、まあ、選手選手は逆にドロー、僕だったらドローでもいい、はい、いいと思うんで、うん、まあ、そあの今の繰り返しですよね、ロー、はい、離れる、ロー離れる、で来たら前蹴りみたいな展開になるのかなと、桃本選手がそこをどう詰めて崩していくかが、はい、3ラウンド目の鍵かなと。なるほど。では田口選手はどうでしょうか。全くちょっとその通りになっちゃうんですけど、うん、やっぱそういうのが、はい、あれなんでしょうね、その大体がそういったところに印象、ね、とか、ただこの逆転もありうるということもありますから ね、この3ラウンド、はい、いい場面を2ラウンド目何回か作ってたんで、そうですね、まあ、近い距離になった時ですね、はいはい、まあそうですね、足が痛くてもそう最後1ラウンドですからね、ここそうですね、 この、はい、このシーンですよね、こういうシーンで、まあ、ただやっぱ近づいたらこのクリンチで逃げちゃえばいいかって思えるんで、はい、うん、そうですね、はい、まあ、それを織り交ぜて選手選手は攻撃していくっていう、はい、いけますよね、いい戦い方だと思います、はい、ただ先ほどのクリンチまで行かずその手前の距離であれば桃本選手のラッシュなんかで怖いですよね、怖いですね、この辺りですね、これですね、組みつかせない距離、はい、誠一選手としてはこの時間をなるべく短くしたいのと、ね、なるべくつけられないと掴めないってなっちゃうと、はい、ここだとちょっとやっぱもらうリスクも、そうですね、当然誠一選手のパンチが当たる可能性も高くなるんですけど、そうですね、ちょっと怖いですよね、このただ当たってますよね、桃本選手のパンチ当たってますね、誠一選手ミドル入れたいですね、あーなるほど、同じ軌道から、うんうん、ちょっと強めのミドル蹴ったら結構まただからその意識散らしたら入ったり、うん、相手も入りづらくなると思うので、はいはい、3ラウンド残り時間1分30秒ですね、残り時間1分30秒、はい、ここはですね桃本としてはこうどんどん打ちに行かないといけないというような形でしょうか、選手選手はカーフを狙っていいですね、ガード固い、い距離、そうですね、ガードが固くなりましたね、よりはい、入ったんですけどね、ただ桃本も負けてませんね、そうですね、桃本、はい、選手も全然まだまだ可能性あると思うんで、はい、残り時間1分でございます、距離的には桃本選手っぽくなってるイメージはありますけどね、はい、選手選手は膝もいいですね、展開を、そして決定的なものを食らわせれてないっていうところありますよね、あの連打を食らっているようでガードも硬いし、ただどうなるかがちょっと切れてますね、はい、選手選手の はい、バッティングになってしまうと怖いですからね、はい、前蹴り、あ、桃本選手がどん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 出てきますね、顔への前蹴り、さあ残りラストです、トスが、はい、すごい試合でございました、激闘でしたね、これはいい試合でしたね、はい、はい、千一 VS 桃本の試合ですけれども延長もございますので、延長ということは考えるなんとも言えないですよね、られますね、ここでもありそうっちゃありそうですね、僕だったらでもジャッジだったら千一選手につけるかな、はい、ただ本日ですね延長が一つもないんですね、あ、はい、ここでこういう形だったらありえますよね、ありえますね、30対29青桃本、桃本選手が取りました、ジャッジウィニー桃本選手30対28青本、マジか、なるほど、マジか、おお、はい、印象ではですね、全くもって僕の目が良くないということですね、見る目がないということをちょっと痛感しました今、いや、そんな自分のことをそんな卑下しないでいただきたいんですだってあの高木選手もそう思ってましたね、おっしゃってましたからはい、はいはい、ただやっぱりこれどこでやっぱ最後のラッシュみたいなところでしょうか、そうですね、やっぱ
っぱあそこの印象ですよね、はい、あとやっぱカットのあれもあるのかなとは、ね、ダメージ優先されますから、はい、アグレッシブネスみたいなところ、はい、そうですね、やっぱ KO 続きだったこともあってジャッジの方もアグレッシブの方が、はい、イメージがついちゃってるかもしれないですね。だから1ラウンドよりもやっぱ印象もありますよね。いやあのまあそのラウンドで取るとしても、はい、いや印象的に頭に残るのはやっぱで、あとドローの場合にこの何でしょう、どっちかにつけるっていう形もあるじゃないですか、はい、僅差だけど桃田のアグレッシブネスを取ったとかそういう可能性もありますよ ね, すね。いやまあどっちにしろあの諦めなかった桃田選手の勝利です ね, 素晴らしいですね、はい、次期王座挑戦者査定マッチプロキックのアンダー60キロ、桃田選手の判定勝ちということになります。はい、ありがとうございました。それではこれより